えここ、神出し部屋です。うん、えージンガーさん気をつけてください。チャットのチャットについてなんですけど、えー、ちょ、えー、交差チャットはなしで。はい。チャットの解放は2週目から、ね。はいコイ。コイン追加なんですけど、自由で。OK。つまりますかえ ?CO は2週目からでは始めます、うんは。はい。大丈夫です。 まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。うん夜が来ました。目を閉じてください。レイで出るか。いや。 レイノ潜伏していいですかどういうこと潜伏しとりなさい 3C4 だったら最悪やでいやいや3番レイノじゃないし多分 占いいいは任せるどっちでもいい出なかったら俺が出る朝が来ました昨夜は誰も死にませんでした6番。 のプレイヤーは。村人じえいです。ちょっと待ってくださいね。少々お待ちくださいと。はい、進行論ですけど、自分は霊能潜伏最強とか言ってる人もいますけど、自分は霊能潜伏嫌いかもしれないですね。あの鳥が怖いっての初日構わないということで、霊能は二週目には出てきてほしいです。ってところ。 うーん、占いさんは、うん、対抗出てくるか分からないですけども、自分は単体で、ラインよりも単体で黒いという発言を見つけていきますね。うん、役割も、役なしもそりゃそうですね。なので、黒いチーんは一つ、白いチ最終の位置も上げましょう、一人。うん、理由もつけてって感じですかね。うん、それでちゃんといきましょう。2種目もっと伸ばしていきます。うん、以上です。7番のプレイヤーは 発言してくださいい発言します。霊能潜伏強い場面って22になった時真の霊能が潜伏するのは強いと思う。だから2週目の頭には出てきてほしいっていうのは、うん、まあ意見だよね。それはまあまあまあ分かるって感じかな。そうだねずっと潜伏して回して釣り値上がった後に出てくるのは僕もあまり強くはないと思う。うん だったら死ぬ気で新名勝ち取っていただきたいと思っております。6番さんに関しては、まあまあ2巡目一緒,に一緒に頑張っていきましょう。あ,あ,あと、普通に占いの生査もかなり重要だと思ってるんで、そういう生産も頑張っていきたいと思っております。ってところかな。 はい、22番目だったら彼の潜伏、全然ありがとう、僕は思っております。以上。うん、8番、のプレイヤーは発言してください。さいえー、6番さんについては、霊能潜伏嫌いで2周目出てきてほしい、単体精査をするというところ。結構、コエル的には元気がいい感じだったので、まあ、印象は悪くないかなと思いました。うん、7番に関しては、釣り置で、霊、ま、能、あ、が22番目の霊能、えー、強、ローのパターンだったら強い。 まあそれは同意なので、そういった場面だったら、霊能さんは出てこなくていいですよっていうふうには率直に思ったかな。例のローラーから入って、で、最終的に別に霊能はずっと潜伏したとしても白くなればいいだけっていうことですよね。そういうことまあ、その精査は、その精査は同意かなと思ってます。67は別に印象悪くないかなって思いました。で、この超人気って、占いがめちゃくちゃ重要だと思っていて、占い師さんがしっかり指名を取れば、 えー、勝てると思ってるので、占い師さんにはすごい頑張ってほしいかなと思ってます。うん、だから占い師の精査をめちゃくちゃしっかりしたいなと思います。6ならは印象いいですね。印象です5番黒ですとか言ったら怒られるかなださい。そうですね、6から8まであんまりなんか色落ちてないなと思います。うん僕の進行論としては、なんかまあ、8番さんは言ってたんですけど、占いは結構大事だと思うんで、まあ、イレギュ的に。<laughs> こ まあ、霊能で、進路で出た場合は、まあ、霊能も、グレーの考察してほしいなと思うんですけど、占いには、普通に、なんか、グレー、まんべんなく触れてほしいなって思います。一人一人。なんか、別に吸盤を色落ちしなくても、その、なんていう、色落ちしないっていう言葉だけも残してほしいな。うん。だ全員に触れてほしい。っていうのが一つかな。うん。 まあ僕、こんなこと言うけど、6から8まで全然色落ちしないから。そうん、<laughs> ね。まあ、占い出てきたから考えます。1番のプレイヤーは発言してください。さいうーん、本当になんか、9番さんも言ってたけど、めちゃくちゃ色落ちがしない。うん印象いい悪いでしか片付けられない状態になってると思ってるんだよな。うん 難しくないこれどうやって色つけんのまあまあ発言で気になったくらいだけど7番さんは6番さんと一緒に頑張ろうって言ってるのは7番さんは6番さんを白く見たのかなっていうところ。うーん暗いなんだけどそれしか落とせないくないあと何落とせる 5番さんあ6番さんの頭のところではもう役職が全部出てきてもいいくらいに思ってるけどそれについてはどう思いますか2番さんどうぞは発言してください、はい、占い師 CEO8 番さんが白らしいですでえっと6番さんは今日自分は釣り石じゃないです、えー、6番さんっていうのは考察伸びそうな気がするんで 今この6791の中で、まあ、6番が一番、うん、今日の釣り位置としては外したいところって感じです。黒とか白とかそういうの抜きで。でえっと、確かに1番さんが言ったように7番さんの6に対する触れ方っていうのは気になりました普通に。役についての話、役にあまあ、9番さんは色落ちない。1番さんはん精査しようとしてるのかなっていう姿勢は見えた。ただ えっと、正直、色っていうのはつけれない。申し訳ないから、6791につけれない。ただ、6はつり1じゃない。ま、比較的791だったら1もつり1じゃない。比較的。え、で、えっと、あ、こういどうだったっけあ追加していいのかなダメやったら言ってね。え、役、役に関しては、え、もう役の人に任せます。役の人に任せます。あんまり、役って何があるえっと、 役って何が狩人、まあ、は乗っ取りケアで出てきてほしいかな。え黎能はその潜伏する、7番が言ってた潜伏するのが強いとかっていうのも俺あんまりよく分かんないんでそこ,こは。えっ、ー、と、それは黎能がむらりがあると思った行動をしてくれたらいいと思ってます。うん。あの、僕100%、えー、なんていうんですかね。 例えば役とかに役というか役あでも分かんないのかみんな破綻がないのか霊能とか狩りとってこれあーそっかまああの白のとこに白って出ますし黒のとこは黒って出るんで僕はもう100%、うん、であと占い師僕嫌いですはいあの新芽が取れないんで嫌いですこれ防衛と感じてもらってもいいですがそういうタイプです <laughs> 3番のプレイヤーは発言してください はい、霊媒しよう。霊媒しよう。えっと、直前の2番さんなんだけど、6、うん、1を釣り位置じゃないってあげるの、安直すぎないかって思う。6は考察伸びそうだからって、どういう判断で伸びそうって言ったのかこ分からない。やべえ。あと1番に関しては釣り位置にあげないっていうよ、よく分かんないんだけど、1の発言って、ほぼ9と一緒だと思うんだけど。霊媒しようか。あなた圧かけられてるんだよ、9番から。占い師はグレーをまんべんなく触れろって。俺、その占い師のみに圧かけるの俺嫌いなんだよね。グレーもグレーの精査しろよって思うんだけど。 色落ちないですねって片付けんなよって思うからね。出ます。あと7番さんに言うけど、22番目において霊媒、親の霊媒師がいた場合、潜伏って言ったけど、出るべきだろう。普通に。全人が露出でグレーの疑い、グレーが疑い合ってたら意味ないと思うんだけど、なんでそこで7番は22番目にお霊能が潜伏していたら潜伏していいっていう判断になるのかがわからない。くらいかな。 うんと9のなんかその占い師は頑張ってみたいなこと言ってたけど9も頑張れよって思うんだけど、うん、その圧の書き方何なんて思っちゃった、うん、それぐらい2番に関しては61を取り位置じゃないってあげるのは安直すぎねえかと思うんだけど1周目のこの段階でねそれぐらいですかねまあ4号で占い師いたらそっち周め見ちゃおうかな以上4番のプレイヤーは 発言してください。はい、おはようございます。占い師ようです。占い師です。で、六番で白が出ている。で、二番に関して対抗に関しては狼で考えています。で、今のところ二一番面になっていますが、五番さんで霊能が出るのかなといったところ。その場合、産後の内訳は心境で二番がローで考えております。で、二番の発言。おかしいところ。まず、えー、霊能者さん、まず狩人は初日に出てほしいって言ったよね。正直、僕も出てほしい。僕のシを決め打って出てほしいってことだ。これは占い。を狭めたいというとと。うこ なんだけども2番は霊能が潜伏してもいいと考えてるのかまず発言がめちゃくちゃだと思ってください僕は今3番で出てますけども5番さんがもうこれ強人だったとしても俺出てもらった方が分かりやすいそうなった場合3語の内訳心境で2の狼っていうのがすごいスッキリするので僕は6の白は分かっています番番っててか今3番さ 間違えなかった俺なんか6番釣り位置じゃないって2番なんか言った気がするんだけど俺6の白は分かっているけど2番は霊能が出なくていいって考えなんだろ6番に関しては霊能潜伏は嫌いですって考え方だからなんでそこで6は釣り位置じゃないなんて発想になるんだそもそもみたいな思ったんだよ2がその発言がおかしいと思ってほしいんだけどうんだからそう6番は白なんだけど2番がそもそも6にすり寄ったのかっていうふうに思った。 えー、6白で結局俺も正直色落ちは全然していないんだ。7八9一、えー、僕ね7番に関しては8番は片白になっている状況なんだけど言わせてほしい。8番に関しては霊能者が、えー 2CO だった場合は潜伏してそれをロらしてうんぬみたいなこと言ったけど 2CO になったらそもそも 3CO 出たら良くないかって思ってるから8番の言ってることはそんなに白いとは感じてない7番に関してはそんなにパッと見は黒くないけど印象は悪くなかった9に関してはちょっとボソボソっとしている1番印象はあんまりないかなとりあえずまた5番。 のプレイヤーはは発言してくださいださい、はい、私が真の霊能です。真の霊能。だ3番さんは対抗なんですが、3番さんはこのあちこちに、あ,のあちこちを殴っていく感じ、やっぱ強人かなと思いましたね。あの潜伏に関しては、私、真霊能なんですけど、すごくあの霊能って出たときに迷ったんですよ。 最近、霊能潜伏が最高みたいな風潮はあったんですけど、私、一番最後の順番だったので、2週目で私が口頭で言うのも、皆さんの考察がもう終わった後なんで、それはもう考察が鈍らせてしまうなということで、出ようかなと決めてましたが、三番さんが対抗で先に出ましたねといったところですね。三、うん、番さんの様子から見ても、うん、<の>初級なんじゃねね、ていうか。 で、えっ、ー、と、2番さんと4番さんなんですけど、あの感想としては、2番さんのひょうひょうとした感じをどう受け取るかかなと思っていました。うん、役は役に任せる、うん、なんかね、釣りたくない、あのね、役を潜伏してほしいじゃなく、役に任せるって言ってた気がしますね、2番さんは。 でまあ割とこうひょうひょうとしてる感じがして、なんか、あんま黒っぽくないなとは思ったんだけど、進化って言われると <laughs> っていう感じなんですよね。<laughs> そこでヨーマーさんが出てきたと いうところで今のところ、ちょっと2番さん、やブさんの精査ははっきりはついていません。ん太鼓は強靭ではないかと見ているといった感じです。グレー精査に関しては、1番さんが、まあ、やっぱり色はつけられないし、ね、7番さんの、誰番さん一緒に頑張りましょうというのは、金の立つのは私も同感だったので、五が今日は最悪なんだけど。6、んに関しては結構、考察が伸びそうなんで、クロスないして、普通に白角みたいなの作ってくれた方がいいんじゃないかなと思っている。6番。 のプレイヤーは発言してください、まあ、占いに関しては形を、まあ、もらってっていう意味は全く関係ないけど4のが締めは高いよね、うん、2番さんっていうのはその1自分と意見が違うのに毒を白起きする意味が全く意味がわからない例の、うん、に関しては、うん、35、うん、どっちもちょっとな、うん、もう今日 もうどっちでもいいでしょ。どっちでもロラしましょうって感じなんですけど、ロラしましょう。レーノに関しては。グレー正査ですけど、7番さんからもう、黒要素が全くもって拾えないんだよね。正直、マジで。うん。そこが本当になんか、単体でも黒いと思ったところはなかった、グレーから。まあ、占いでから2番の方がし2戦目が高いっていうところと、レーノはもう3号。うん、1戦目どこも、うん、どっちも締めねえなって感じですかね。 6、3、5、どっちも新名だと。かい。プレイヤーは発言してください。しとったら申し訳ないけど、占いやったら4番さんが新名で、連動やったら3番さんが新名だと思ってる。理由としては4番さんって6番さん白でしょ。4番さんが狼だった場合は6番さん白を打たずに6番さんに後日黒打った方が強いと思ってる。2番さんがけ分からん6番さんカバイっていうところで、4番さんさんが狼だった場合黒塗りの仕方が若干違うなって。 なんかストーリー全然組めてないなっていう点で4番さんの方がよ<し>うん逆に理論かもしれないが <laughs> 黒塗りする準備にしては不足してるなと思いますしかも確かに、ね。あ<ー>まあ3、4、から,からそういうストーリーも考えれると思うしね。うん、で3番さんが親友と思ったのは3番だってう占いいや5番さんがいろんなとこ殴って3番さんに対していろんなとこ殴ってるって言ってるけど本当の強人だったら3番さんとかが強人だった場合は四2番さんとかに 2番さんからの票を太鼓に入れ,入れさせるために、ヘイトを買わないようにすると思うんだよね。これ、強靱感んだらまずいから。なんか、村を活性化させようとしているとか、そういう考え見方もできるかなと思ってる。もちろん発言聞いて精査するが、現段階では3探し目、サ番差が新名、サン・が新名だと思ってる。うん、グレイしては、まあ、あんまり色落とてってなかったのも、俺も悪い,悪いんだけど、正直、つけてないかな。 一,あ一番さんがんっけあ落ちない村だねってあ言ったのは白いんか。今ふっとったのは白そうだな。あのー、これ、ロラサレンのかなった場合は、<ん>白狼だった場合は、だからそこで言わないような気する。いや、どうかな。これはフィーリングになってるんだけど、うん、まあだかグレーセンスは甘いんだけど。 今のところ、霊能でいきたいと思っているのは5番さんかな。以上。8番のプレイヤーは発言してくれまし現状、4番さんにはこれ、クロスしちゃうしかないなと思っていて、俺、ほぼほぼ4番さんがシーンだと思っていて、6番も7番も4番のシーンがあると思っているんだったら、霊能神経進行で置いっているんだったら、もう、決め打ち進行して、1974番が釣りたいところを俺、詰めた方がいいかなと思ってます。ちなみに4番さんは俺、に取らないでほしいから、めちゃくちゃ無駄だから。 で、6番も白だと思ってるから、7、9、1から詰めたいなと思ってる。2番のシーンは切ってますね。2>, 2番の6、1を釣りたくないが、4番の言う通り、めちゃくちゃ意味が分かんないと思っていて、グレーの生産もほとんどしてないし、なんか、霊能の潜伏どうのこうのって言っていて、そのあたり4番のい言ってる通り、2番っていうのは6番を、えー、と釣りをさないとおかしいんだよね。れ6番って一番霊能目ないから。にもかかわらず6番と1番を白を着た点。かなり不自然だと思ってるから、俺1番が若干黒なのかなと思っていて、1番自身も色が落ちない村だなと言いつ,つ、全く色をつけずに、 えっと、軽く7番を殴ったぐらい。で、7番の殴りもめちゃくちゃ軽くで、一緒に頑張ろうが気になる、白く見たのかなぐらいなので、あなた自身が色を落としてないんだから、普通に軽いを出して、4番の新進行で、えっと、グレーを詰めて、4番の新を決めてたら、別にそっちの方がめちゃくちゃ強いと思ってるんだけど、どう考えても24進路3号進行だと思ってるから。って、俺は思うので、グレーから釣りたいなと思ってます。3号の進行は現状ついてないから2周目。でも、24の進行はついてるんだからこそ、 グレーをを詰めてて出した方が俺は強いと思ってんだけどうーんこれで4番、これを黒く見たんだったらすごいびっくりだなと思ってるけど現状4番シー、シン2番がオカミでグレーの位置のオカミっていうのは7番に関してはめちゃくちゃ発言が弱くて1番が白いと思ったんだけど白い理由がめちゃくちゃ薄いからもしかしたら1番にいってるのかなと思ってるでも2番の振り方的に結構1番が。 一番あるかな7番に若干ヘイトを向けようとしていたから2番目だった場合っていうのは7番に票を集めそうな感じがしたから現状は9か1から釣りたいなと思ってます。2>, 2番って9番にもあんまり増えてないから1か9に多くそうかなと思ってます。1番自身も全然色を落としてないから1番でいいんじゃないかなと思いました。俺はカリューして4番の新進行ンコめ強いと思ってます。9番さんどうですか ?9 番。うん。レイヤーは出ないかな発言してください。いや俺ずりって言ったら、いや、それは半分くらいやろ。ろ まず2番がその6番白って言って4番が6番に白出ししてんだから別にここに囲いはないからうん別にそこについてはうーん真には関係ないと思うんだけどな分かるからねって言ってることうんそれよりも7番が言ってたそのストーリー性でそのあ黒,黒塗りの準備っていう点で4番の方が真に見えちゃう,うんだからそれをなんていうの 考察できた七番は白いかなって思ったかな。うん、うん。うん。うん。普通に八番今の怪しいんだけどな。九一にもって言って,て、なかな怪しい,い、ね。これ明日グレー詰めて一黒とか出せたことか。九一に触れてないからって言って。現状六七八でエロ打ちしてなかったから、うん別にああいうしかなかったから。うん二点七にも触れたかな。あー気になったとは言ってたのかな。うん。うん なんか4が気になってて、ちょっと。うん4は死んで思うけど、ちょっと4は気になってて、なんか時間がずれてんだよね。なんか2が6にするよとか言ってたけど、いや、その4の結果まだ知らねえしと思って2は、うんーだからその時は不当かなと思った。うん例のでは5番が2っぽいなと思ったかな。えんうーんとね、5番なんだっけうーんーとね、24フラット なんか2を叩いてるのに24フラットって言ってるこ、うん、ところが興味っぽくてあとなんだっけなあ,あそれだけしかねえな <laughs> それだけしかねえ、うん、この2強さって感じかな7は白いうん5から詰める一番 のプレイヤーは発言してください,、まあ、ださい6、8番さん、あれだけで占い師の芯につけられて2の芯切るなんて言えるね。2番さんっていうのは6番さんを白か黒かわからないけど発言が伸びそうだから今日の釣り地はないって言ってるだけで6番を白いなんて一言も言ってないんだよね。<laughs> 誰かが2番さんが6番さんを白いっていう感じで言ってたけど4番じゃねえのそれって。<laughs> 俺は全然、霊能ローラーから入っていった方が絶対いいと思うけどな。うん俺は八番さんの言ってる方がよくわからない。これ急9カムか。カを聞っぽいもかなんだ。別に、何だろう。霊能心境で見て、グレーズ目でもいいけど、うん、4番を真と確証できる要素は俺には全くないんだよね。 2番さんっていうのはさ、なんかさ、メタでシーンを撮ろうとしてる感じがさ、俺、すげえ嫌なんだけど、メタでしかないんだよね、本当に。発言で言ったら4の方が伸びてるかもしれないけど、4番さんっていうのは2番が6番を、白か黒かわからないけど、発言が伸びそうだから釣り位置ではないって言っただけであって、って思ってるんだよな、俺は。 5番さんが強人だったら潜伏したくないかなってちょっと思うんだけどね、俺だったらちょっと潜伏したいななんて思っちゃう,う。占い位置がにはなると思うから、この位置で霊能出なかったら強人じゃないよね。占い値は占い値ではあるけどっていうふうな感じで強人じゃないみたいに見られるから、それで狼の首を絞めるっていうのもあるから出るっていうのはわかるけど、別にメタってわけじゃないよな。なんか俺はみんなと全然いい <laughs> あれが違うな <laughs>。 つあ,あの思考思考が <coughs> うんそんなとこかなまあ霊能から行くよ俺は 2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいえっと一番その言うたメタってのは俺が占い師が嫌いだっていう話ですかねまあそれだったらもうそれでもうしょうがないですけど、うん、まあまあねもう嫌いなんですよねこういう感じになるの嫌いなんですよね <laughs> 普通に。 あ,であの、1番さんあ、9番さんと1番さんは言ったんかなあの俺、6番さんに関しての白いなんか一言も言ってへんし、なんか3番さんから多分始まったんやと思うんやけど、俺が白いとかって言い出したら3番さんからじゃなかったっけと思うんやけどな。で、えっと、時間時間がずれてるっていう9番さん言ってたんですけど、俺目線って白いって分かってない6番さんにすり寄る意味って全くないんですよね、うん。4番さんは釣り寄りやって言ってましたけど、うん、何の、 何のことなんですかね逆に4番さん色見えてるんちゃいますか、うん、ローじゃないんですか普通に、うん、いや、僕は6の白知ってるよ。あ2周目6番さんの聞いて、あこれダメだなって僕は思いました。うん、で8番さんもあの片白なんですけど、あミスリードしてるなってところで、もう俺のシーンを切っちゃってるんで、まあ、現状って言,うは言ってましたけど、後で休団されるんだろうな、僕はって思ってます。ほんまにね、嫌だ。本当に寄ないし嫌いなんだよな、マジで。 うん、であのどうぞあの、お好きにしてくださいって感じなんですけどうん一、えー、番一、えー、番と九番が一番まともに話し聞いてで精査してたなって思ってますうんなので、えー、まあ3、3457つ売り切りで終わると思ってます <laughs> うん3番のプレイヤーは発言してください <laughs>、うん 1>, 1が一番白いかな。だから2番さ、話聞けよって思うんだけど、俺がさ、2番に対して61白いみたいなことあなたが言ったみたいな一言も言ってないでしょ、俺が言ってんのは、61釣り1じゃないっていうの早いんじゃないのって言ってるだけね。俺の後からだから、2番が6を白い白く置いたって言い出したの。話聞けよって思うし、お前の今の発言がメタって言われるんだよ。分かれよって思うんだけど。<laughs> うん。うんと。 それでも俺は6が黒く,黒く見えちゃった。これ2番と池と一緒なんだけど、6番っていうのはさ、言ってることとやってることが違ってると思うんだけど、6番っていうのは進行論で、えっ、ー、と私は初日単体精査していきます。うんえー、黒いと最白い一人ずつ上げます、理由つけてって言って、上げてないんですど。どうしよう。3に投票しないといけないか言ってることとやってることは逆だと思ってるんですけど、うん、霊媒師に関しては分からない、どっちも新めない。で、占い師にしか触れない。グレーには全く触れない。 だから普通に4、6あると思って4が偽の場合ね。くらいですかね。5に関してはまあいいかなって,って。うん、で、現状1が一番白くて、8の言って理論はまだ分かる。8って、8目線っていうのは4のシーン決め打ちたいのなら、枯れ出し4目線のグレーを狭めるって意味だから、うん、8っていうのは枯れ出し言わなかったけど、最後の方で言い出したから、まだそこは8の偽要素じゃないけど、なんだろう9、9番はそこで防衛反応、うーん、なんだろうね。 9番が言っていた時間軸の問題はそれは偽要素ではないと思って2がオオカミだった場合で6の白が分かっているからねだから別にするよることはできるから9のその指摘はハズれだと思っているよ、うん、それぐらいかな今日は5に行ってください以上4番のプレイヤーは発言してくださいうーんまず3番の霊能化人外に言っておきたいけど6は絶対 対白です6です白でで結局2番の人外に関して2番オオカミだと思っているんだけど2番めちゃくちゃなんだよ3457に縄を使えば終わると思いますって発言おかしいと思わねえか普通に2番僕かなりまああんまり上手じゃないオオカミで28か29か21まあそこなんだろうなっていうふうには見えています7番は別に発言から黒いところもないし シンプルにあのライン切りうんぬんではなく2番が3457って言ったことによって僕目線6の白が分かっているから2の相方は891にいるんだろうなっていう目線になった。で8番の発言で4んだ僕を占わないでくれってのかなり臭いとは思うんだけど。 うーん、そうだね。カリウドが出てくれなかったってことで、今日は参加後に行くんだけど、まあ、これは後の発言を聞いてからどっちに入れるかは考えたい。1番はフラットで見たい。まあ、そういう目線もあんのかなとは思うけど、9に関しては、どこ叩いたっけなんか9番、え、そこ叩くんだって思ったシーンがあったんだけど、8を叩いたのか。 ああ、だったら9番目線、うん、4が真に見える、あ、そうそう、9番って4が真に見えるけど、うんたらー、みたいな発言をすげえしてて、なんだこれ、2を真に追わしたいのかって思ったから、2級ラインが一番濃いのかなっていうふうには僕は思いました。かな。うん、6は白です。で、8は正直全然分からん。 8, 9, 1, 2, 2の相方いいるるんだろうなと思っているまず3語どちらに行くかっていうのはもう5番の発言を聞いてから考えたいと思っています以上まあ今んとこ正直これ占い値どうしよっかな俺あんま変な5番どう思うじゃあ5番に聞いてもよくねえなうーんちょっと悩みます8番の発言どう捉えるかっていうのがあるんで2番と9か5番のプレイヤーは発言してください すごいいい質問だよありがとう私はね真として言わせてもらうなら白圧迫が強いと思ってるよいや私ね8番さんのね4は真だと思ってる2は真を切っているじゃあグレーってのがおかしいと思っててじゃあ占いからもういっそ2番から行けばって思ったんだよね8番さんでもそこで2は行かずにグレーに行くんでしょ完全に4を真決めやつなら2行こうっていう発言が出てもいいかなと思ったんだけどね だったら2、2> 2もしかしたら4番さんが死んだとしたら2が黒だとしたら2、8で8番さんが4にすり寄ったのかなっていう印象は持っちゃったかな、正直。これはでも4番さんが死んだった場合の話ね。2番さんが死んだった話はまたガラッと変わって8番さんがもう白でしょ。8、白でいいよな。あのー、6番さんが2を叩いたっていうのも、それはね、対抗なんだけど3番と同意見なんだよ。ちょっと不自然で。 だから私正直白圧迫が強いと思ってて正直ね色があんましね落ちないグレーはただ一番さんはねやっぱ村っぽいと思ってしまったんだよ思考が似てる思考がすごく私と似てるからまあそれだけなんだけど村っぽいと思ってしまったでまあ別にいいじゃないですかあのこの状況って少しでも白をし白を作ることが人狼を追い詰めると思うんですよね 私は別に強人じゃないから、全然占いから言ってくれても構わない、むしろね。<laughs> っていう感じです。あの、色が見えるからね、はっきりと。でし、合わないと思ったら7番さんかな、やっぱり。あのー、あのね、さあのー、サンマさんが強人。

5番のプレイヤーが選ばれました。5番のプレイヤーは発言してください。2>, さい2、5、6かこれ9狩りだよね。まあまあ、4番さんがどうして私を言ったかは、まああのあと聞きますけど、うん、ごめんね、4番さんにはっきり言わしてもらうと。 あのー、対抗が2でいろいろ大変だと思うっていうのは2番さんってね真目はないけど黒目もないのよこの人なんか黒要素がねあまり見えないのよなんか残念真って感じ真だったらね残念真って感じでえどうしようこれ黒い8に白だよね3つの2つってくれって言うようななんか占い嫌だなって言ってて私はねそういう感じだけど、ね、4番さんはすごく考察が伸びるよね伸びるから でも、2番三つだとしんどいと思うが正直っていうのが正直な印象。うん。もう精査はつけれない正直。ただ、私一以上絶対3番3行ってくださいとしか言えないかな。夜が来ました。目を閉じてください。これどこか見ます人目を開けてください。人けを殺してください。6か8か9が強人だと思うんで7か1ですか、ね。カムしたら7か1か。うん 入7かもかみますかいやでもね6が最後の発言になっちゃうレイロラって言われちゃうから8だったら決め打ってくれそうだから1にしませんいい7かりないと思うんで8白いきますはいうーん 朝が来ました。昨夜死んだのは。一番。二番。のプレイヤーは発言してください。七白です。うん、ええー、三四五七で、釣りきったら終わると思ってたんで、七番占おうかなと思い。と五番占って白でした。 まあ外れてましたってとこですねえー、まあメタな発言すいませんでした、まあ、残念心です考察、うん、考察する必要あるかなまあ安定で3番 その次は占いしみんなが思ったとこ入れてくださいって感じで、ね、うんとね気分が悪い気分がまあいいやあと5番に言うけど8が言ってることはまっとうだと思ってるけど8が4の芯決めるって2の芯切り進行するんだっ釣2つり押さないとダメだよって5番言ってたけどいやいやいや 4の新進行するんだったら4番目線のグレーを詰めるべきだし5番が白圧迫強えって言うならカリド出せよって思うんだけど決め打ってくんないですか僕はあの発言でなんで私に入れてるのかわからない2も6まあまあ6は俺が叩いたからしょうがないだろうけどそれぐらいっすかね2はなんで6占わな,なかったのよくわからんのだが 4番の昨日の発言で、まあの、なんて言えばいいのかな。結局8占うんだって思ったんだけどね。8っていうのは占わなくて、うん、あなたの新進行して彼を出してグレーズムしましょうって言っているんだけど、うん、それがスリオニに感じたのかな、4番。<laughs> えっと現状2を死んで見る場合っていうのは7八が白、まあ、8は白角だから4の相方っていうのは6か9でしょうっていうのを2番は言うべきなんじゃないのって、うん、いやマジで気分が悪いお前のせいで <laughs> それぐらいかなもうめちゃくちゃ言いますやん 2>, 2でいいかなって思ってんだけど <laughs> それぐらいっすかね、うん、僕が言いたいことは 8のあの意見は真っ当だと思うけどね、あの4のシーンで見る理由は分からないけど、4のシーンを見るのであればそういう理論になるのは8は白いと思っているから、8を占ってる4は微妙かなって思ってるけど、まあそれがすり寄りに感じたのかなと思います。 まず8番占いには理由がある、えー、昨日、下流度が出なかったという盤面になった8番というのは僕は2の相方として28か29か21なんじゃないかと思ったが8番というのは下流度を出してっていう風な発言があったから光が透けていたまず8番の色を知ることが一番大事だと思ったで8番を占った結果白が出ている昨日、五で今日3番でもいいんだけど正直僕は2番にしか投票しません2番が偽で、えー、29か27しかもうないんだ。 うん、そこの狼しかない6と8が白ということが分かっているだから2番が狼で三後の心境を別にほっといて別に2番行ってもらいたいと思っているね、えー、まあ3行っても明日僕がその代わり絶対僕の占いを信じてもらわないとそれは困る今日3行くんだったら普通に2番行ってもらっていい。 なんでかかかっていいうと27か29しかないんだよで8番占いは絶対仮目のないところであるということまあ一応村目線確定白になるんだったらそれでもよし普通に2八狼がわかるならよしということで8番を占った結果白になっている。だね。 だから7か9なんだけど正直俺9なのかなって思ってる2級なんじゃないって7ってそんな黒い発言なかったし昨日三五で5番に投票してる理由はちゃんとあるなんでかっていうと5番っていうのはそうさっき3番が言ってた通りなんだよ8番っていうのは僕を死んでみるっていう発言があるってことはグレーを詰めてから明日2をつる進行を取ればそれで間違いないんだよだから5番がそれを言ってることはおかしいなって8番の言ってることはおかしくないし結果白なんで うん8番は正しいで下流止めがないから8を占っているということだから27か29だけど俺は7が黒く見えないことから29かなと思っています今日2番に入れていただきたいと思っている以上別に3でもいいんだけども、えー、ま68も言ってくれ俺は絶対2番に投票してもらいたいと思っている以上です6番のプレイヤーは発言してくださいださいんじゃない,い,い <laughs> それ2が死んだったらもう終わりだと思ってるよ。うん。いいよ、乗った乗った。2に入れる。うん、乗った。村として俺は2に入れるは。しょうがない。なんか2がやる気ないんだもん。2が死んだったらもう村は負けでいいです、正直。あ人道でこれだったらまだ納得できる。本当にうなしいのにならないしこれだったらもう納得できないです。役の強さ村の強さと思ってます。以上です。7番のプレイヤーは 発言してください,ださいすまん、今日3いかせてくれ。3、真だと思ってるんが、2、4の精査が俺はできていない。3、マジですまん。2はマジで6をなってほしい。2はマジで6をなってほしい。<laughs> えお番さんって、まあまあまあ分からんないけど、ずっと俺はし怪しくないって言ってるのが、俺はすり寄りに感じてしまってるから、全然2、4の真理は分からん六 <laughs> 6番さんのあの発言は臭いなと正直思ってるんで、とりあえず3番さんいかせてくれ。マジですまん。 感じかなとりあえず3枚貸かせてくれ。うんうん、4番さん目線、おそらく2番さんが、何だっけ、2、3、5、7釣り切ったら、勝ちって言ったところから外してるだけなのかわからんが、俺の白要素を明確に上げてなくて、なんか7番は怪しくない、7番は怪しくないって、なんか俺は洗脳されそうだから、うん、そこで俺は無理、フラット、フラット戻させてもらう。 52ローだったら終わるから7強なんです。とりあえず2は6をなして欲しいで。それで情報情報を落としてくれ。<laughs> うーんとりあえずまずそこや。まずそこからがスタートだと俺は思ってるだから3番はが申し訳ないもしくは、ああ、うんやな、すまん。理由としては、一つ一つ上げるようになったら、占いが万が一進路だった場合ね。 これローローだった場合は8番さんが最も強靭一だと思ってる。よくわかったね8番さんのグレーズムの提案だったりね。だから、だから、新動系も含めて3番さん行かせてくれ。って感じかな。8番さんに委ねたらおそらくグレーズムしようっていう話になりそうだから、怖いなと思ってる。4番さんのあの発言で8番はやっぱり4が白、真に見える。俺は生存力の塊だなって思ってるから、占いはフラットなんだけどね、正直。とりあえず6を占って2は。 8番のプレイヤーは発言してください, 2>, ださい2番のシーンってあるんですかね、発言からも。7番って結局、多分4番が7番をシーンに見てる理由って<し>、4番が7番を白く見てる理由って、あの盤面で7番は4番が真だと思っていて、そういうストーリーとかそういうのも、うんぬんも枯れて白いって言ったんじゃない時間が足りないから言えなかっただけだと思うんだけど、俺発言7番とかも全員の聞いてるから、それで4番がそういうふうにしたんかなと思ってるんけど、7番ここに来て俺を標準を聞意味わかんないんだけど。 だから、人用の精査をした場合、あなたもじゃあ4番の神があるって言ってますよね。だから4番の神を決めて、3個の神経はつかないけど、グレーから詰めて彼を出してくれって言ってるんだけど、どこが俺が強人なのか、マジで意味わかんないんだけど。うん いや、これマジで27見えたら7番にいたいけど、俺別にグレー詰めるなんて言わないよ。2番詰めるよ。だって4番のシーン高いんだもん。で、これ5番つっているんだから、<laughs> そもそも5番にいたいんだけど、俺がめちゃくちゃなんで黒いとか怪しい、ね、し黒出せってこと、ね、白オッパが強いとか言ってるんだけど、ね、あの5番って黒探す気もないし、白オッパが強いって言ってるんだけど、占い師って黒いとか売らなきゃダメだから。まあ、もしくは軽い動画がないとこ。4番って別に俺の占い師正当だと思ってるし、俺がそういう発言をして黒く見られたら申し訳ないかなと思ってる。二四の精査した場いどう考えても四番がシいんでしょ。いや、俺二番行くけどね。 7番マジ黒くなったなと思ったんだけど、いや、俺も2級かなと思って9番に入れたんだけど、ここで7番が3番に行くってめちゃくちゃ黒いなと思ってて、これ何 ?4 番から占われたくないんですかね ?4 番が9番にしよう結果を打って7番って黒打たれたら、9番撃撃って27ローローで戦えないから、そういう風に俺を強人を消して3番に行きたいって言ってんですかね ?2 番がされたらなんか悪い理由でもあるんですかあなた4番ごと2周目シーンがあるって言ってましたけど、めちゃくちゃ黒くなったなと思ったかな えどうして 5, ?5 番はめちゃくちゃにさうと思ってるから3番がシメ高いなと思ってて、俺がグレーから詰めたいってカリドを出してグレーから詰めるのは4番は新進行だからこそ,そういうことをやっているので、2番から詰めるってこと進行だったら別に4番の新決めってないんですけど、グレー幅を攻めるためにそういうふうに言ったんだけど、意味がわかんない5番。言ってる理論がわかんない7番はカミナスデートもいいと思ってです。9番。ノプレイヤーは発言してくださいと思、うん、俺2位行ったら負けだと思うんだよな、ね。 二位いったら、完全に白くなるのは六番なんだよね。六番というのは一周目、ええー、二、え、番をやま、任せです。二千っぽくない。二四フラット。うん、七気になった。うん。一強怖い、ね。五八。うん。違うな、それ。あ、六違げわ。それ五だった。六ってのは一、一周目霊能潜伏嫌だみたいなこと言って。うん。単体精査していく。で、二周目、三五どっちでもいい。 うん。で、今日に限って、うん、えー、四しみ、えー、新決め打って、えー、二釣り。全く六に関して、えー、情報がないし。うん。次七が白いことから、四六ローローだと思ってるよ。それが一で釣れてるか。四六ローローを打たん、だっ六番っていうのは、本当に情報がない。ここで決め打つ、のが黒く思ったかな。うん。 一抜けるけど、マジで <laughs> 抜けるってなだよんバカか。これは 3, あー3はシーン決め打ってるけどね。ただ時間軸の話をして、するとなんか4が3シーン決め打つって四4がその、あの場面って4、えー、5出てない状況で、えー、2シーン、えーーン、新あ、じゃ今日ロードっちでもある中で、そのなんつうの ?6 にするよりって発言は時間軸,軸ずれてるからね。うん、いやいや、ずれてね。はて俺は6シロ分かってんだから。 4の二0要素上げるとそれかな。うーん 2>, <laughs> 2に関しては、なんか、わかんねえな、マジで。精査がないから。えー、6から行きたい。えー、24、俺俺だって。6から行きたいって何じゃないべ ?6 行かねえだろ。4から行けよ、だったら。 うんどうしよう旧黒っていうか <laughs> でも旧狩人だったら二番のプレイヤーが選ばれましたどうしよう旧狩人だったらどうする神なし選択して一番狩りだっていうか二番のプレイヤーは発言してくださいうん豪華1でついてなかったら PP です1位でってなんだよ 目を閉じてください。<laughs> 人狼は目を閉じてください。人狼は人を殺してください。んなんか全員狂人っぽくないですか？<ー>まあ七は多分絶対狂人じゃないんですけどね。七、まあ、は狂人じゃの七冠無？急黒出すそれで。いや髪いや髪なしでいいんじゃないですか？まあ髪なしでいいですよね。てかもう僕急黒出すんで急カリードだと思うてかもう。 その場合 8, から8が強靭で狩人と使用されるときついんよな。うん、もうあ、違うわ、1にあれをなすりつければいいんだ。そうそうそう。うん、かもうそうだう。うそう急強な可能性も結構あるしな。 朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。三番のプレイヤーは発言してください。はい、二番黒。九黒。まあ九が言ってる理論だった場合っていうのは。うん まあ、いっか、だって、四進進行だから、もう九つって終わりでいいと思ってまーす。うん、以上です。四番。のプレイヤーは。 はいまず昨日言った通り6と8の白が分かっている3の、えー、進化ギックでは分かってないけど9で黒が出ているで3が2黒なんだろうだったら2九黒で終わりです、えー、9番の黒要素としては昨日9番って、えー、2, と2に行ったら負ける気がするっていう発言あったよねいや負けねえよ2番人外なんだからでなのに6番に投票してるのなまずこれの意味が分かんない9番がもし本当に、まあ、9番九番狼なんだけど、えー オオカミだから6番に入れてるんだよ。なんでそもそも4に入れたらいいじゃないかよ6に入れるんだったら、ここが9番のおかしい点です。2九がオオカミで9番が2番に行きたくなかった理由がそこにある。だから9番占いました。え結果黒が出ています。なので今日9番を釣ってください。2九オオカミでこの村は勝ちです。以上あ。もし終わんなかった場合は、まあ、3が語ってる黒ってなるけど、ほぼないです。2が今日というよりは僕は2九黒で見てるんで。6番。 キュ <laughs> ーバさ,さ,さん抜けるじゃなかったっけ ?2 番さんがつんだら抜けるって言うてたね。キューバさん抜けなくていいのかな ?7 番。いいよな。番さんごめん、ね、<laughs> いやでも村目線怖くないか ?46 ロールも俺は見えてしまったからだからこそ46ロールもあるし。 もし三号で狼カミった場合で八番さんが最も強陣地になるんだよね。それは多分自覚されるとるされてると思うけど、八番さんぐらいの人だったらね。っていう懸念はあった。な三番さんの信用は高いがライン精査をする上で占いがフラットなことから三番さん冷たいっていうのは僕の意見でした。わかります。七番差しろです。まあ、<laughs> 今日はも九番さん行くしかないんで、でこれグッと起き。<coughs> まあ、いかもしらね。9番さんにします。僕は <laughs> 白になったでしょう。僕は白ですよね。ああですよね。いや6、7、8、白です。うん。だよね。あ僕は白なんで。はい。9つめます負けたら、それはもちろん。九番,番ミュートしよう。<laughs> 何言うか,からな、ね、い,い ?7 番さん。あ、白だったんか。え、9番黒なんだね。いや、思わんかったな。9番が6に行く っって言ったかこれね、白アピに使おうとして、9番が6いくって言ったんかあ。ちょっと沼ったんかな、俺。7番にいたいんだけど、俺がめちゃくちゃ強靭値って言ってんだけど、だから4番のシーンを決め打って、狩流道を出して、そういう進行を取ろうとしているんだから、別に普通じゃないかな。なに、俺が強靭で、じゃなに、7番の進路進路で追ってんのビビるんだけど、そしたらマジ、分けおかしいことになるけど、だから7番が黒かなと思ったんだけど、まあ7番は各社ロですね。 2番のシーンないでしょ。そもそももう決め打ってるからもう9番いくしかないですね。はい。うん。あ、可能性の話ね。あ、オッケー、オッケー、オッケー。あー、わかる、それはわかるけど。いや、だったらもうちょっとちゃんと提示してほしいな。そうしないと7番めっちゃ黒いなと思ったから。俺を教授を受け始めたから。9番いきます。9番。うわ、何を言うだろう。あ、5、5シーなんやか。ああ、これ負けだね、マジで。5シンいや、マジで。俺、村びてるからな。 普通に、あ、俺の白夜さんこいつの強人くせまあ六位って、2折れるなってっていう言葉 <laughs> あいつ黒いわまあ,あどう巻き返すって無理だろうこれ3、2黒って2折れ2黒ってやろう <laughs> はいいやー、位もうちょっと頑張ってほしかったな <laughs> こいつ黒やろ普通に六が黒かったからさぁ1カリ 1> 助かるねージンナスとやる気あんのかなと思ってうん まあこの70秒ぐらい、6の愚痴はマジで。6ってマジでグレーのことさ。また、判トしていくって言ってたけど、<laughs> なんマジ、何も <laughs>、何もこいつしてねえんだよな。いや、9強なら仕事してるけど、うん6にかえー。6はなんか、単語どっちでもいいって言って。なー1強だった可能性出てきた。で、なんか、えー、ガメガメ <laughs> 急に,に言われたくないです、ね。 なんかいきなり、四の新決め予定二に行くみたいな。<laughs> 実は六番も共鳴は一応ある。な、うんでかっていうと。急に、ね、に2マジで、マジで俺村やからな。いや、なんかそういうのやめてほしいかな。三番目に出る C. O. が強いって話だよね。例ので。三番な,なしだから。この村だよな。やめてくれ。うん。いや、六マジでさ、字のやめたほうがいいよ。<laughs> うん。あ、別んメタとか気にしてないからね。 えー、考察伸ばします。魅力あげてから、えー、喜びます。<laughs> 考察伸ばしていいんじゃないか、お前何してんねん、こいつ。戦績見てるぞ。すれげーボフ,ボフボフしてるわ。<laughs> 投票を始めてください。ありえん、オラじゃない魅力で張り合ってやがる。 ハハ六6番勝ちを確信してるやねえか強人なんか69番のプレイヤーが選ばれました9番のプレイヤーは発言してください,ださい4日やってもう PK 発言ないからまあ4日 うん。ん無理やろこれ、こんなの。巻き返そうって無理なんや。やばい、ッグッチョブ出たらまずいのか。お前のー、な、ミスキートって言うのこれ。うん、狩りか。グッチョブ先け俺じゃなかったよな。うん、うん。だったらいいやろな。ナ,ナ絶対狩りじゃないよね。いやー、本当によー勝って寝て終わりたかったんだけど、ちょっともう一戦やんなきゃいけなくなっちゃったじゃねえかよ、お前。 おい、6番、ヒロチン。クソダリーナお前、まあ、コース全然ない気 <laughs> がしまーす。あー、たくよー。<laughs> いやー、ほんとによー。もう5番ちゃんもさー、何やったんお前。なんだっけシンだったら、ヘイトバラも泣かないかな、みたいな。何やったんえ、これどう思うその、そのコース、 まあ、か噛んでいいんだけどさ。やっぱなんか、女はさ、やっぱ、ジノズって下手だよな。うん。お前、うん、やめた方がいいよ。ジノズって。なんでこんなに誹謗中傷ありだからね。うん、うん。俺、ルーマスターだから。あー、6番ちゃん、<laughs> 7番ちゃんはね、なんかね、白かったけどね。仮に8噛んでも勝ちだもんな。七番ちゃん白、ね、8八番ちゃんはね、8番ちゃんはよくわかんないこいつ。 なほっといたら確証になってああこっちで入れんかったけどなんかもう <laughs> いやーこれ5と2の先輩かないやあ<ー>まあ俺5と3は正直どっちが進かって分かんなかったよいや分かってるんだけど6が一番先輩だあしんどけかぜ夜が来ました目を閉じてください あ、はあ、七<道>絶対村陣営だね。だまあ、どこかんでも勝ちだけど、どうします。人,人を殺してください。七でいいんじゃないですか。七回見ますか <laughs>。いや、絶対六だと思ったの。<laughs> いやー、これでも八は絶対強靭だから、もう負け絶対ないっすよね。一が強靭で、その六番狩人で、七番でグッジョブ怒って負けっていうパターンはありますけど。 いやさすがにあの村の人たちはないよね。<laughs> <laughs> ないよね 朝が来ました <laughs> 昨夜死んだのは7番まあ8強だよな1番カメタンでかかったなあそこじゃあよかったよかった ちゃんと抜いてたな、1の仮。いや、8はもう、狂人分かりやすくて助かった。そう、8強は7、7、七正しいよ。8強に見える。新郎やったら3が狼で。いや、あそこ、1神シタンよかったじゃねえか。 全残った8うまいねあいつ強人うめえわまあでもそうなるよ2の新芽が低いのが悪いだってあそこさ2の新芽が高ければ白結果なんだからさ普通にレイロラになって強人どこだって震えながらさ2との信用勝負勝つしかないからな。 ほんまーだってだから言ったんだけど誰も伝わらないなと思って7番さんは白かったよでも7は白かった俺も白かったでしょ 7番さんは手を置いてすごい白いと思った。私が死んでからだけど。私、9番さんはね、相手が、対抗が2番だとしんどいっていろいろ思ったんだけど。いや正直しんどかったでしょ、<や>9番さん。さんうん、9番もうちょっとダメだなと思った。横にいる、横にいる、横にいるよ、4番がいるよ、5番さん。あ、そうなの、4番ごめんね。<laughs> だってな、番。<laughs> サさっきのー。<laughs> あそこ全力で自分は白だって否定するとこじゃん。いやんの無理だよ。よあの無理だよ、ゴミだもん。<laughs> ゴミだ。ったもんそうか。<laughs> そうか。まああ、いいさんな。もうちょっと、やる気出してほしかったな。<laughs> まあそうだね。そこは間違いないね。っ <laughs> 謝ってんじゃねえか。あたしもごめんしんとれんかった。<laughs> まあ、5番さんあれ言わなかったら俺は5番さんには入れなかったけどねほんとかごめんね余計なことっやっぱ釣り切りしないのっておかしいからさ <laughs> そうなんだよ例の釣り切りすべきなんだよ絶対にで絶対2番さんは噛まれないと思ってたから俺それで占いシーンやつくと思ってたしねまあ俺噛まれる気はしたからカり落としをしようかなって思ってたくらいだったからな1、うん、番さん どこ守ってグッチョブ出たん ?6 番さん。ああ、じゃあそれくった方が良かったよね。噛んでないでしょ。もう一番、噛まれた一日,、ね、日目ね。一日目ね。一日目6番さん守りっていうこと。二日目の守り先ね。あ、集まったけど。うん、そう、そうそうそう。